ル・モナスティエ・シュル・ガゼイユは、フランス、オーベル・ニュロー・ヌ・アルプチ域県、オートイコール・ロワール県のコミューン。モナスティエは、中心部を占めるブールと、複数の集落で構成される。モナスティエは、ル・ピュー・ヤンブレ・ボンチとメザンク高原との中間に位置する。標高950メートルの長さ2キロメートル以上あるバルコニーに、村が位置している。ロワール川の支流であるガゼイユ川の谷が広がる。 現在は標高1000メートルを超える小ごの中心であり、中央高地とローヌ川渓谷そしてフランス南部とをつなぐ最初の道に置かれている。数種の穀物が栽培される谷の拡張したエリアは、玄武岩室の壁によって北風から守られるが、標高1000メートルという高度が放牧の障害となっている。放牧はメロビング町時代に遡るほど古くから行われている。 村の名称は、時代の経過と共に変化した。古い順にコミリアセンス、モネステリアムウェス、ティットフリーディ、ベラベンス、ショウマラック、レマナスティアセインと、チャルファー、レマナスティアである。ベルナール・サニアルによれば、かつて、コレンプスという名前であったにもかかわらず1962年に、ルモナスティエの他に、川の名前、ガゼイを足したことを、一部の人々が後悔している。 ガゼイユ川のほか、ローソンヌ川がコミューンを横切っている。モナスティエは、ブレ地方の中心であり、火山性の響き岩の複合物からなる峰を持つ、メザンクサンが見下ろす。火山活動は、特徴ある外観から見て取れる。山、建国、玄武岩の列中、そして岩脈である。気候は、時に、急激な変化が起きる中山間の気候である。 むしろ風が強く乾燥し晴天に恵まれている。よって肺疾患の患者にとって理想的な環境である。小に婦人専門の療養所があったが1962年に閉鎖された。冬にはバールと呼ばれる北西方向からの冷たい風が雪だまりを作り、モナスティエから1 5トルのところにあるメザンクではスキーができる。メザンク地方は オートイコール・ロワールで最も寒い。7世紀に建てられたベネディクト会派修道院を中心に村が形成された。モナスティエは12世紀に映画を極めた修道院の成長と並行して発展していった。100年戦争中はグランドカンパーニュと呼ばれる傭兵崩れの集団に攻撃され、ユグノー戦争でも翻弄された。フランスの南東と北西を結ぶ 主要道に位置し、商業が栄えたのと同じく、17世紀には、レース製造が繁栄した。17世紀には、ベアトと呼ばれる研究機関が創設され、モナスティエ住民のかなりの割合が読み書きできるようになった。18世紀末の修道院閉鎖は地域に大打撃を与えた。1806年には4355人が暮らしていたが、19世紀末に、 作家ロバート・ルイス・スティーブンソンが滞在した時には3000人にまで減少していた。セベノル鉄道の建設は活動の活発化の維持につながったが1950年代から停滞が始まった。今日では停滞が収まったようである。人々が戻り商業が行われている。モノスティエは1893年県内で初めて公共の伝統が導入された。これは ルイアルシスがガがン油側に小規模の水力発電所を設置したためである。フランス革命後の国民公開時代、コミューンは単にル・モナスティエと呼ばれていた。モナスティエの人口グラフソースイコール1999年まで LDH、イヘス、カシニー、2004年以降 INSEE かつては非常に重要な見本市が開かれ、日用品すべて そして小さな産業が繁栄し、商店が豊富に並んでいた。しかしモナスティエは、コミューンすべてが経験した、自動車の時代、スーパーマーケットの進出、産業の空洞化といった衰退を味わった。雇用は、退職者住宅、社会保険事業、予暇センターの周辺で維持された。農業活動はより濃縮され、牛、羊、そして数は少ないが、 豚の生産で持ちこたえた。メザンクの畜産農家は2006年に自分たちのファングラという名称の牛肉で奥を取得した。今日若者がモナスティエに戻ってきて様々な事業が始まっている。商店が再び開店し地域生活に迷いはない。しかしこの地での仕事には限界がある。自治体によればモナスティエの将来は 観光と文化の発展に重点が置かれている。ブレ地方は、オック語、フランス語、フランコプロバンサル語の繊維地帯である。ルピュイの南にある、モナスティエでは、住民は、パトワと自称する、オック語方言を話す。ロマンス語は、オックの様々な文法と似通っているが、語彙や和法も同様である。高齢者はこの言語を流暢に話す。火曜日に開かれる市場に行くと認識できる。 40歳から60歳までの若い世代は、かなりの割合でこの言語を理解できる。ありがとうございます。